いた。おお。やばい。これはやばい。いつもご視聴ありがとうございます。本日は私の最新イメージ DVD の発売記念イベントに行きます。ということで秋葉原に来ました。秋葉原。結構人が多いかも。お世話になるソフマップさんに入ります。おはようございます。楽屋に入りました。いつもの楽屋です。もう見慣れた感じ。何回もここの場所からマネージャーさん撮ってるので。今日の格好はもう家からしてきました。この中に。今日はワンピースの衣装です。それでは。マスク取って、お化粧直しして準備します。この衣装で出るので、お直しをします。あとね、イヤリング。これはね、今日は伊藤ハニーちゃんのところ。私がウェディングドレスもハニーちゃんのデザインのところのドレスにしたんですが、そこのドレスに。今ね、携帯で撮ってるんですよ。カメラが壊れちゃって、携帯でこう、ペットボトルを後ろに置いて撮ってるんで、ちょっと不安定なんですけど。これを、つけて。それで、ちょっとね、ここ胸元がビロンビロンってなっちゃう。一応ね、中にインナー着てるので、ビローンってなってもいいんですけど、でもなんかこうやって裏が見えるとちょっと嫌ですよね。なので、私のメイクポーチにいろいろ入ってて、これ、この超強力両面テープ、両面ってみんな言うんですけど、両面テープが入ってるんで、これを、よし、裏地と、地肌に貼っちゃおうかな。これ？あ、でもやっぱ取れちゃうかな？どうかな？こんな感じ。あ、めくれなくなった。いいんじゃないですか？これでちょっとお辞儀してもめくれないようにします。スタイリストさんとかがよくやってて、両面テープを直接持ち歩くとかさばっちゃうから、本当にちょっとだけ、使う分だけいつも持ち歩いてます。オッケー。お、ちょっと両面テープ見えてきちゃう。しっかり止めとかないと。お茶飲んで、よし、今日はアンパンマンですね。子供の水筒。リップつけて、今日はこのすごいいい香りのボディクリームのイタリア製のサルバトーレフェラガモ敏感とシャインボディローションです。本当に使ってるからもうこんな少なくなっちゃった。たっぷり足と、腕と、でもね、首はちょっとでっか。あ、両面テープがやっぱちょっと見えてきちゃうな、動くと。あ、あとね、どうしよう、髪型をこの感じか、ちょっと見ててくださいね。この普通のおろしか、ちょっとだけハーフアップみたいにしようかなって思ってます。どう思います？その方がこのドレッシーのワンピースに合うかなと思ったり。ちょっとやってみようかな。この、ハメピー2つでできるから。2つあれば、2つない。あ、ここに入ってたんだ。両面テープのところに。あー、両面テープのところに貼られてしまっている。この中に入っちゃった。いいか。ちょっと1個でやってみようかな。くるくるってして、後ろを。ここは、止めます。ぐさ。あ、取れてくる。私のこの直毛が、よし、いけるかな。下からグイッといってみたら、よし。あ、でも取れてきちゃう。U ピンはいっぱいあるから U ピン使おうかな。ハメピン1個と U ピン2個で止まったかも。よし、こんな感じです。そうですね、こんな感じです。イベント用のサインは書いたので YouTube ライブ中に書いたんですけど、文化放送のグニマルジャパンで視聴してくださった方へのプレゼント用のサインを書きます。
今日の日付も出ました。こんな感じで今取材が終わりました。こちらの62作品目になるセクシャルソウルメイトの発売記念イベント、もうすぐ始まります。こちら実はステージの上に立ってます。ステージの上でこんな感じでお客さんが今は密を避けようということでちゃんと間隔を空けてこちらに立ってくださいという位置が記してあります。それでイベントとしてはお話を私がちょっとさせてもらった後にこちらでこちらに来ていただいてパッケージをお渡しさせていただくんですが、購入していただいた枚数で板越しになりますがこういう感じでツーショットを撮らせてもらいます。ということでもうすぐ本番なのでドキドキ頑張ります。大変な中来ていただきありがとうございます。すごく嬉しいです。こうやって皆さんとお話しできるイベント、顔を見てお話しできるイベントは多分今年このイベントが最後になるんじゃないかなと思います。なので後ほどお渡しさせていただくときにぜひゆっくりお話しさせてください。ありがとうございました。無事にイベントが終わりました。終わったんですが、来てくださってるファンの方が実は YouTube をやられていまして、その YouTube で、私のことを結構発信してくださってるのを実は以前から知ってたんですね。それで前回のイベントに実際来てくださって、その模様も YouTube にアップしてくださってるんですよ。そして今日も来てくださってて、今日も多分その方 YouTube 撮ってると思うんですね。で下で撮ってると思うのでちょっと今から行きます。緊急いた。おお。やばい。これはやばい。勝手に入ります。ちゃんと見て見て。ありがとうございます。すみません。今日も素敵でした。ありがとうございます。カメラマンさんですよね。はい。ちょっとイベント来てくださった。いやどうもすみません。いやどうもありがとうございます。いや素敵で今日も本当に。今日反応言ってくださったんですね。あ、そうなんですよ。もう早速あれしてて。はい。いやまさか降りてきてくださるんですか。いいんですか。前回も実は YouTube 撮ってますよってスタッフさんが教えてくださったんで、はいはい、見てきたらもういらっしゃらなくて。あ、なるほど、なるほど。でもすごいその前回の動画を私の母にも URL 送って見てもらったら、はい、もうすごい感謝してて、はい、本当ですか。こんな風に、はい、ファンの方って来てくださるっていうのがリアルにわかるし、いやちょっと待って、もう涙が出そう。嘘でしょ。なんかそのチャンネル、はい、こうやってアップしてくださるっていうのがすごい、やっぱりそれにかける労力と時間とお金もかかってると思うので、いや本当にありがたいです。ありがとうございます。追っかけます。ありがとうございます。いやでも本当ね、お母さんを大事にね、本当に、ね、分かりました。そうすごい、もう3人のお子さんをね育ててらっしゃる。そうなんです。もうびっくりです本当に今日は。ありがとうございます。本当にありがとうございます。本当に素敵な会で、私も YouTube ずっと撮ってて。あ、そうだったんですね、はい、なのでぜひ新宿ランマーさんの YouTube が。いや本当にありがとうございます。どんな感じでファンの方来てくださっているのかもリアルに分かると思うので。そうですね、素敵な会になってますのでぜひぜひ、はい、若い世代もこれからぜひまた熊田さんの方によろしくお願いします。お願いします。そして熊田陽子チャンネルよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。あげても大丈夫ですか。もちろんです。はい、すいません。なんで、はい、新宿ランナーをご覧の皆さんもよろしくお願いします。ありがとうございます。いや嬉しい、本当にありがとうございました。本当すいません。とんでもないです。では、はい、ありがとうございます。